え、何ですか、アトラスラジオ。髪の毛が。え、髪の毛が。何ですか、もう始まってるんですか。始まってますよ。慣れつけませんか、今日は一段と。いいですよ。いいんですか、前髪は。また、スパークしてますか、僕の髪の毛が。いいんです、はい。いいですね。いいんです。ナチュラルですね。ありがままです。はい。ナスがまま。ありがまま。レッドイットビーですよ。わかりました。はい。はい。では、お便り会いきますよ。はい。ビンタロウ先生、奥様、アイム様、スタッフの皆様、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。はいはい、徳島の月子です。はい。月子さん。はい。先日は私が入院しており、元気玉をありがとうございました。はい。リスナーの皆様からもたくさんの元気玉をいただきまして、無事退院し、おかげさまで術後良好で元気です。あ、そうだね。よかったですね。リスナーの人はよく入院してる人多いですからね。そうですね。ちょっと体がね、悪い方結構多いのでね。まあ、40代、50代になるとね。ね、いろいろとね、ガタが来てしまいまして、うん、ね、治るといいですね、はい。はい。ということで。さて、入院中に少し不思議な体験をいたしましたのと、アトラスラジオを拝聴していて、小学校の時にクラスメイトに起こった不思議な出来事を思い出しましたので、メールさせていただきます。はいはい、入院初日の夜、私は救命救急が用意してくれた個室にいました。うん、夜中の12時半から1時頃だったと思います、うん。突然の緊急入院だったこともあり、なかなか眠れず、スマホを見ていました。うん、ナースステーションのすぐ前のお部屋だったので、時々ナースコールが鳴り、看護師さんが応対されている声は聞こえていました。消灯後ということもあり、看護師さんは割と小声で話されていました。うん、突然、ドアの外から大きな女性の声で、こんにちは、こんにちは、どちらの方ですか?と声がしました、うん。とても大きくはっきりした声で、夜中にうるさいな、患者さん寝てるのに、うん、と思ったほどでした。よくよく考えると、今は夜中なのに、こんにちは、どちらの方ですかってどういう意味なんだろう。こんな夜中に訪問客はいないだろうし、病棟は9時に消灯。ましてやコロナ禍で面会は禁止。家族でさえも病棟には入れません。うん、最初は看護師さんが誰かに応対していると思って、あまり不思議に思わなかったのですが、冷静に考えるとだんだん怖くなってきました。うん、2回目は、2日目の朝方、うん、就寝中、掛け布団の上から何者かが手をついて私の体に這い上がってきました。うん、感覚だけで姿はありません。恐怖で反射的に大声で叫び声を上げようとしましたが、うん、喉に力を入れても声が出ません、うん、体もピクリとも動きません。金縛りみたいなんでしょうか。なんでしょうかね、うん、何者かは足元からじわじわと這い上がってきます。もう胸元に来る。その瞬間、うーっとかすかに私の声が出て、体も動き、はっと我に返ったような感覚になり、うん、何者かの気配はありませんでした、うん、人間にしては軽かったです。布団の上から這い上がってくる感覚をはっきり覚えていて恐ろしかったです。うん、霊感ゼロの私にとって生まれて初めての金縛り体験でした、うん。また夜寝ている時に来たらどうしようと不安でしたが、たまたま別の個室に移動することになり、その後は異変もなく無事手術に臨めました。うん、なんか病室にね、いたんですかね。いたんでしょうね。いたんでしょうね。いやー、ちょっと怖いですね。うん、はい、最後に、小学5年生の時にクラスメイトの身に起こった不思議な出来事のお話をします。ある朝、いつも通り登校し、朝の会が始まるまでみんなでワイワイガヤガヤとしていました。うん、突然、担任の先生が大声で、お前らは誰も気づかんのかと声を荒げておっしゃり、みんな、うん、えとポカンとしました。すると先生が、M 君の様子がおかしいことにみんなは気づかないのか、とおっしゃいました。みんなで M 君を見ると、下を向いてガタガタと震えています。クラスで一番ワンパクで、私も泣かされたことがある M 君がです。そのまま朝の会は先生のご意向で、みんなで M 君の話を聞こうということになりました。先生が、M、みんなに話してみなさい、と話しかけると、M 君は、ぽつりぽつりと泣きながら話し始めました、うん、今朝登校中誰かに転ばされた、うん、倒れて周りを見ても誰もいなくて、何度も何度も転ばされて、う
まるで透明人間みたいなんじゃ。うん。M 君は恐怖で話しながらもまだ震えていました。少し前を M 君のお姉ちゃんも登校中で歩いていたのですが、M 君が転ばされたと訴えても、あんた一人で何言いよん、と相手にされなかったそうです。クラスのみんなで話し合い、M 君の近所の何名かの男子で、しばらくの間は M 君を見守りながら、一緒に登下校するということになりました。はい、その後は透明人間に転ばされることもなく、いつものわんぱく M 君に戻りました。クラスみんなで誰も M 君をバカにすることなく、真剣に透明人間対策について話し合った徳島の小学校時代の思い出です。うん、長々とありがとうございました。どこの小学校だ？どこでしょうね。でもね、良かったですね。クラス全員でそうやって、ね、M 君のことバカにしなくて。ね、それもすごく不思議なことですね。何度も何度も誰もいないのに突き飛ばされて転んでしまった。いや、僕はね、僕は同級生だと興味ありますけどね。そうですね。はい。不思議なお話でしたね。うん、はい、ということでね、月子さんね、元気になられてきたようで良かったですね。うん、元気玉が行きましたか。元気玉、はい、はい。ということでね、どうもありがとうございました。ちょっとでもね、後ろ、はい、この番組聞いて、はい、元気になれば、ね、そうですね、この番組を聞いて、はい。ね。はい、はい、次がですね、はい、いつもありがとうございます、はい、ということでですね、近光ロザリを注文された方からのお手紙なんですけれども、うん、またですか。あのね、今度は違うんですよ、うん、あの以前昭和コーナーで日野翔平さんの 子役時代に関して投稿させていただいた MF です、はい、あ、はい、MF さんなんかありましたね。はい。でね、送っていただいた夢郎さんのサイン入り開運はがきは、ご利益があったのですよ。あったんですか？はい。200円で買ったロト6で、4700円当たったのです。うん、重かった。もっと夢郎さんのパワーを信用してあげてくださいね。いや、これからも信用することはないと思います、ね。そうですか。だって、夢郎さんとか、私のハガキのことを、なんか、あんまりね、パワーがないとか、外れなんか、外れハガキとかね、けなしてましたもんね。まあ、外れは外れでしょうね。そうなんですか。だからね、ちょっと、良かったですね。夢郎さんのパワーが発揮できて。夢郎さんのサインで、がっかりですっていう。来ました？メールも来ましたよ。来ました？ちょっと待って。がっかりでした。やばいですね。じゃあ私アイムサインもがっかりされてるんです実は、ね、アイムって書いてある。アイムって書いてある。なんだこれ。そうちょっとあれだから、先生のサインも加えてもらいましょうかね。そしたらね、あ、まあコンプリートしてください。はい、ということでね、 MF さんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、ビンタロウ先生、アイム様、テルちゃん様、ユメロウ様、補佐官様、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんにちは。毎日本当に楽しい配信をありがとうございます。はい、オーストラリア在住、クロセル二人目被害者ことレイです。レイさん。はい。以前2日連続同じ日を過ごした体験談を読んでいただいたものです。うん、4月16日のお便り会、7日間同じ日を過ごしたという投稿を拝聴し、メールさせていただきました。うんうん、はい、小桜インコ様の旦那様の投稿、内容が濃く、とても興味深いお話でした。レイさんのね、はい、あの、二日連続、はい、同じ発表会を、はい、繰り返したって。はい。あれ、漫画になりましたからね。漫画になってますね。実怖いで、実際にあった怖い話にね。予定ではね、はい、今年発売の、はい、今年の秋に発売の、はい、二巻に収録予定ですから。単行本ですか？単行本、ね、はい、あ、収録予定ですね。ぜひお買い求めください。はい、お買い求めくださいね。はい。はい。ということでですね。はい。奥様が今は亡き旦那様の不思議体験を代理投稿という形で、ビンタロウ先生をはじめ何万人ものアトラスラジオのリスナー様方にお届けされ、旦那様も今頃あちらの世界で喜ばれているんじゃないかなと思います。小桜インコ様もおっしゃられていたように、私もこれまで何度か自分のように同じ日を2日繰り返した人の体験談がないかどうか、ネットで探してみたことがあるのですが、見つからずもやもやしていました。あ、そうなんだ。はい。なので、小桜インコ様、
旦那様の貴重な体験談を聞かせていただき、こちらこそどうもありがとうございました。私と同じ体験をした方がいた。しかも7日間も、うん、とテンションが上がりました。うん、そうですね、7日間同じ日を過ごしたという、なんかすごい不思議なお話でしたね。旦那さんともぜひお話ししてみたかったです。私も今思い出しても結構細かいところまで覚えていたりして、当時は幼かったですが、予知夢や勘違いではないと確信しています。中にはずっと繰り返してる人もいるんですか、ね、はい、ずっと、うん、繰り返してもう出られなくなっちゃった人もいるんじゃないですかね。ループになって。ループになって、はい。いるかもしれませんね。はい。なんか恐ろしいことですね。うん、そうですね。はい。はい、7日も同じ日を繰り返すというのはさすがに怖いですよね。私ももし3日目、朝起きてまた同じ日だったら青ざめていたと思います。7日はさすがに無限ループから抜け出せないのか、と焦りますよね。さてさて、最近、ビンタロウ先生が不思議体験の投稿が少ないとおっしゃられていましたので、うん、続いて私の不思議体験を投稿させていただきます。うん、読んでいただけると幸いです。うん、今日は私の幽体離脱体験を聞いてください。幽体離脱。はい。今まで50回はしているかと思います。多いな。ああ、なんかすごいですね、うん。今日はそのうちのいくつかをお話しさせてください、うん。幽体離脱を一番最初に体験したのは5歳の時です。うん、朝方、だんだん明るくなる頃、半覚醒状態でそれは起こりました。うん、お寺の大きな鐘の音が、ゴーン、ゴーン、ゴーン、かなり大きな音で聞こえてきて、それが私の足の先から頭の先まで体全体に鳴り響いたような感覚で、その響きに合わせ足の先から脳に順に電流が流れたみたいに徐々に痺れてきました。その後お坊さんのお経とシャンシャンと錫杖をついて私の体の周りを歩く音が聞こえてきました。その当時、錫杖なんて言葉も知らなかったので、後から調べて分かりました。うん、その後、幽体の足からゆっくり上がり、肉体と平行になるように頭も浮き、その後、背中をものすごい風に、ものすごい風に、すごい勢いで押され、屋根の上に出ました。うん、私の体は浮いていて、朝方の肌寒さ、秋の空気の透き通った感じもリアルに感じました。イチョウの木が黄色い葉でいっぱいで、綺麗で触ろうとしましたが、手が透けていて、触れなかったのを覚えています。ゴミ出しをしている近所のおばさん、その当時は野良猫がまだその辺にいたのですが、それも見えました。2匹の野良猫がゴミ捨て場のゴミを漁っていて、そのうちの一つのゴミ袋の破れた穴から、中野の宮古昆布と書かれた赤い小さな箱がポロリと落ちる瞬間を見ました。かなり細かいね。まあそうですね。うん、宮古昆布。いやなんかね、うん、懐かしいけど、今もありますね。ありますね。はい。うん、その後、一匹の猫が私の方をじっと見てきて、全身の毛を逆立てて威嚇してきたので、怖いと思った瞬間、またすごい速さ、勢いで押されるように肉体に戻りました。その後起きてから母親にそのことを伝えました。母親はあまり真剣に聞いていない感じでしたが、幼稚園に行く前にゴミ捨て場を一緒に確認しに行きました。するとやはり中野の宮古昆布の箱がゴミ袋の破けた穴からポロリと落ちていたのです。朝起きてから私が一歩も家から出ていないのを知っていた母親は少し不思議そうにしていました。今思い返すと、UFO を初めて見たのも、2日連続同じ日を過ごしたのも、その体験の前後だったような気がします。その後も何度も幽体離脱をしていろんな場所に行きました。夕方のイタリアのレモン畑、海の上は何度も飛んだことがあり、イタリア人だった頃の自分の前世も見えて、いろいろわかりました。イタリア人だったな。イタリア人だった。前世。この話は長くなりそうなので、また次の機会に送らせていただきます。イタリア人だった前世聞きたいですね。聞きたいですね。イタリア人だった前世ね。うん、あ、結構なんかイタリア人だったとか、なんかヨーロッパ人だった方ってね、いらっしゃるみたいですね。多いよね。前世がね。うん、はい、また別の日には、コネチカット州とマサチューセッツ州の境にある低い山の頂上に行ったりしました。そばに綺麗な小さな青い花が咲いていて、若い白人の人がいて、ここはどこかと聞くと、
コネチカット州とマサチューセッツ州の境だと教えてくれました。私は地理に詳しくなく、その2つの州同士が続いているのも知らなかったので、後から地図で確認して驚きました。花は調べてもよくわかりませんでしたが、あと不思議なのですが、幽体離脱して生きている人の体に入ってしまったことも数えるほどですがあります。体に入ってしまう。おー、アメリカのどこかの寂れた片田舎のようなところで、車の中にいる30から35歳くらいの女の人の体に入ってしまったことがあります。その人は仕事前に早めに着いて、職場近くの大きな駐車場の真ん中あたりに車を止めていて、ぼーっとしながら車の中でテイクアウトのコーヒーを飲んでいました。髪を赤く染めていて、腕や手にタトゥーもあり、はっきりタトゥーのデザインなども見えました。髪の毛を束ねているシュシュの模様まで鮮明に見えました。上から私が近づき、その人の中の体に入った感じです。彼女は介護士で、上の服はユニフォームを着ていて、はあ、今から仕事、嫌だな、だるいな、という思いも伝わってきました。その車の後ろには、打ちっぱなしのゴルフ場とビリヤード場がある施設。車の前には、緑の看板のレストランのようなカフェのような場所。その並びに老人ホームみたいな場所がありました。その老人ホームのような場所が彼女の職場だと感じました。とても生々しいというか、細かい看板など全てが鮮明だったので、アメリカのどこかに実際存在すると思います。Google マップで調べてみようと思いましたが、途方に暮れそうなのでやめました。はい、なぜかアメリカだということは分かりました。いつどのタイミングでその女の人に入ったかは分かりませんが、ほんの数分その人の体の中に入っていた感覚でした。この人、私が体に入っていると嫌だろうな、失礼なことをしているなと思っていたら、その女の人がおえとえずき出し、咳をしだしたので、申し訳なく思いすぐに抜けました。その途端、またすごい勢いでベッドの上の自分の体に戻りました。あとは今でも、買いたいものがあって、次の日買いに行こうと思っていたら、せっかちなのか思いすぎなのか、その日の夜幽体離脱して真夜中の店内に行ってしまうこともあります。最近ではヨガのブラが欲しくて、次の日行こうと思っていた矢先、夜中に幽体離脱でそのブラが売っている店内に行ってしまい、夜中に来ても買えないのにな、と自分で笑えました。サイズの在庫確認などはできるので良いのですが。不思議ですね。行っちゃうんですね、買いに。そうだね。はい、真夜中の店内は少し明かりはありましたが、当たり前ですが誰もいなく、シーンと静まり返っていました。しばらく店内をうろついていましたが、私の姿、まさか防犯カメラに映っていないだろうな、と心配になりました。このお話は前に投稿させていただいた時に少し書きましたが、小型 UFO が来た時は部屋の中ですが、ひたすら体をぐるぐるすごい速さで宙で回転させられました。何度かありましたが、今でもあれは何の意味があったのか不明です。だいぶ前の配信になるのですが、アトラスラジオのリスナーさんの中で宇宙にまで幽体離脱できる人のお話があったので、少し怖いですが、私もいつか幽体離脱で宇宙旅行をしてみたいです。エジプトのピラミッドとか有名な観光名所に行ってみたいです。ビンタロウ先生、YouTube 登録者10万人、見えてきましたね。全然停滞してますよ。ちょっと止まっちゃってますね。止まっちゃってますよ。はい。私も微力ではありますが、口コミでアトラスラジオをこちらで広めています。ありがとうね。ありがとうございます。皆、大体ハマって、過去の投稿を遡り、次々夢中になって聞いているようで、寝不足になった友達もいます。寝不足なのかな、ありがたいですね。そんなにね、集中して聞いてくださるなんてすごくありがたいし。ありがたいですね。なんかね、身が引き締まりますね。私も全然、全くね。本当ですか？身が引き締まる。引き締まりますよ。私も全然時間なくて、全部初見で読んでて、わかんない漢字とかも出てきちゃったらどうしようとか。まあ、なんとかごまかしながら読んでますけどね。ということでね、はい、コツコツ地道ではありますが、今後も続けていきます。
はい。長くなりましたが、読んでいただき、どうもありがとうございました。もう地道にこれ、口コミで増やし、ね、はい、ユーザーさんにね、はい、仲間に増やしてもらうしかないですね。そうですね。はい、これしかないな。はい。ということでね、レイさん、あのね、PS、私個人的には、ながら作業でアトラスラジオを配置をしておりますので、うん、音声だけの方が好きです。音声の方が好き。はい。だから先生、寝癖がついた髪の毛見せるなってことで。え別にいいじゃないですか。いいですけどね。じゃあ、音声だけだとまた、ボリボリとか、ジュルジュルとか、すごく耳についてしまいますよね。まあ、いいですよ。はい。ということでね、ちょっとお許しくださいと、ね。まあ、ということでね。順次に広げていきましょう。はい。どうも、レイさん、ありがとうございました。はい。はい、次がですね。はい。こんばんは、山口先生、アイム様、タートルカンパニーの皆様。はい。手追いの投稿者、マイルドアンコでございます。はい、はい。手追いの投稿者、どうしたんでしょうね。手追いですか。手追いですか？はい。今回はお盆にまつわる話を2つほど書いてみました。うん、お盆の時期に合わせて、あ、ちょっと早すぎましたね。お盆の時期に合わせて放送していただくとよろしいかなと存じます。はい。ということでね、ちょっとね、あの、投稿が少なめなのでね、早めに放送しちゃってますね。はいはい。はい、お盆のタクシー、その1。それは3年前、うん、お盆のため帰省した際、沖縄は今でもほとんどの家庭が旧盆、うん、旧暦で行われています。その年は自分のお盆の送り行事を済ませた後、別の用事で外出し、帰りが夜中の2時過ぎになってしまい、うん、那覇の近郊ではありましたが、少々田舎の方で、ただでさえお盆の時期には拾いにくいタクシーに、やっとの思いで乗車できた時のお話であります。うん、その時のタクシー運転手さんとの会話で、私が、いやー、朝までタクシーが捕まえられなかったらどうしようかと途方に暮れてましたよと話すと、ドライバーさんは、お盆の時期はタクシー運転手も休みを取る人が多いからねと話したその流れで、私の途方に暮れたという言葉がキーワードになったのか、こんな話をしてくれました。去年のお盆の話なんですけどね、うん、夜遅くお客さんを乗せて送っていった先が小高い山の上の方でしてね、うん、送っていったはいいが道幅も狭くて街灯もなく、あたりに他の民家もなくて U ターンしようにもできない場所で、仕方なく来た道をバックでやっとの思いで降りたところ、麓一帯が墓地だったんですよ、うん、来るときはお客さんの道案内を聞きながらユンタクっていうのは、ユンタクがね、おしゃべりってことですって、うん。ユンタクもしてたし、お墓もそれほど気にしてなかったんですけどね。まさか周りがほとんどお墓だったとは、その時は思わなかったわけさ。と、しかも、広い墓地で、五番の目のようにお墓が立ち並び、街灯もなく、ヘッドライトで照らされている範囲以外は真っ暗で、どこをどう走ったら一般道に出られるのかわからない。そのことに気づいてパニックになり、途方に暮れていたところ、お墓の立っている道の角に、小学生くらいの女の子が手信号で、出口はそこという感じで行き先を指してくれたので、案内された方向に向かったら無事一般道に出られてほっとしたそうです。すでにお気づきだとは思いますが、街灯もない真っ暗な墓地に小学生の女の子が一人でなぜ、うん、これですね、14代目トイレの花子さんですねって本気で、本気で言葉書いてちゃちゃ言っちゃいました、ごめんなさい。ちょっとね、それが思い浮かんじゃいましてね。はい、そのタクシー運転手さんもほっとした次の瞬間にそのことを思ったらしく、ちょっとゾッとしたけど、あれは何だったのかね、不思議だったさねと結構ケロッとした感じで話してくれました。うん、なあ、不思議ですよね。だって、ね、墓地に小学生の女の子なんてね、いるはず。ね、いないでしょ、普通、うん。しかもね、女の子がちゃんとね、出口を教えてくれたんですよ。ね、いい子ですね、うん。よかったですね、いい子でね。はい。沖縄では、心霊現象は、もう一つの日常と捉えている感じもあるのです、うん。なので、そのタクシー運転手さんにとっては、幽霊を見たということよりも、道に迷ってしまったことの方が恐怖だったのかもしれません。うん、はい、最初送っていった人は、どこに行ったんですかね、はい、最初送っていった人は山の上の方に住んでた方ですね。その人自身も信頼してない。また怖いことになってしまいます。そうです。そのお客さん自体もじゃあ、
怪しいでしょ。怪しいけど、ちゃんとでも、お金はね、もらえたんじゃないんですか。ああ、そうか。ということは、まあね、普通のお客さんだったのかな。うん、ね、かもな。なんか、お金を取りに家に帰ったら、家も何もなかったとか、そういうオチになっちゃいますからね。なるほど、ね。だから最初のお客さんは、ちゃんとした人間だったかなと。うん、はい。この出来事について私なりに現実的な視点から考えてみますと、もしかしたら送っていったお客さんの家の人が、あの運転手さん道に迷っているかもしれないから先に行って道を教えてあげなさいと、その家の子供に自転車か何かで近道を先回りさせて出口を案内させたという考え方もできますが、しかしこの考察にも無理な点が生じることは否めません。まあそうだな。はい。もしくは少々うがった考え方をしてみますと、その話はタクシー運転手の、方たちの間では定番のネタで、地元ではよく話されている怪談なのかもしれないという、わずかの疑念は残るのであります。なるほど。なるほどね。はい。次、お盆のタクシーその2。はい、そして今から7年前に起きた出来事、うん、例年通りお盆で沖縄に帰省した際、実家の送り行事を済ませた夜、本家である親戚の家で送り行事をするというのが習慣となっており、家を出て比較的車の通りが多い坂道の道路でタクシーを拾うことにしました。その1でも述べたように、やはりこの時期はタクシーがなかなか捕まらず、親戚の家には歩いていけない距離でもないので、半ば諦め、数歩歩き始めた時、一台のタクシーが横を通り抜け、慌てて手を挙げたところ、運転手の方に気づいてもらい、無事に乗車となりました。ほっとした車内でタクシーの運転手さんとよくある世間話を私の方から始めました。この辺りもすっかり様子が変わってしまいましたね、といろいろと話し出すと、この辺が地元なんですね、小中学校はどこ出身ですかと聞かれ、学校名を答えると、その運転手さんも同じ小中学校出身であることが判明。その運転手さんは見た感じ私より 7,8 歳は年下な感じで、じゃあ僕の後輩ですねと言うと、そうですねに続けて、 MTで知ってますかという問いに、 MT さんってまあイニシャル、名前のイニシャルですね、うん、MT って知ってますかという問いに、うん、知ってるさ、懐かしいな、うん、私いとこなんですよ。へえ、そうなの、 T は元気にしてるの、亡くなりました、42歳で、うん、それを聞いた途端私はショックとパニックで気持ちの置き所を見失いかけ、悲しいというよりなんとも寂しい気持ちになり、 T との思い出を車中で語り始めました。 T とは小2の頃から仲良くなり、彼の家に遊びに行って彼のお兄さん所有のステレオでレコードを聞いたりしていました。高校生のお兄さんのレコードはほとんどが洋楽のロックで、今思うと小2にしては随分と背伸びした音楽鑑賞でした。そんな刺激的な音楽環境のおかげで、未だに音楽は好きで、ギターも手放せない。この年、61歳と6ヶ月。独身ながらも退屈しない日々を送れているのも、彼との出会いから生まれた私の財産なのだと思います。しかし、そんな彼とも中学に上がる頃から、だんだんと疎遠になり、仲が悪くなったというわけではないのですが、お互いに付き合う友人も違ってきたので、自然にそうなった感じなのです。そんな内容の話を車中でしているうちに、タクシーは親戚の家に、15分に満たない時間で到着。まだ話したいことや聞きたいこともありましたが、送りの時間もあるので、後ろ髪を引かれる思いでタクシーを降りました。そしてお盆の行事も済ませ、東京へ戻る支度をしている最中に、あることを思い出したのです。高校の頃、久しぶりに T と道で出会った際、T が学生カバンの中からおもむろに一枚のシングルレコードを出し、ジョン・レノンの新曲だ。イマジンって曲、いいぜ。へえ、新曲か。ジャケットもいい感じじゃないか。と、その程度の短い会話で別れ、T はキロへ、私は学習塾へと向かったのです。T は青春してるなぁ、などと思いつつ、その T と久しぶりに会った道は、私がお盆にタクシーを拾ったあの坂道だったことと、T
T が亡くなった年から計算すると13回忌に当たる年で、多分会いに来てくれたんだなと気づいた時には泣けてきました。T との思い出はいろいろあるので、いずれ昭和コーナーで昭和少年期的なお話をご紹介できればと思っています。それでは本日はこれにて失礼いたします。なるほどね。 T さん13回忌ということで、いやそう、ね、なんか、はい、友達が挨拶に来たみたいな感じですね。そうですね、はい、という不思議なタクシーのタクシーにまつわるお話でしたね。はい、ということでですね、マイルドあんこさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、次がですね、はい、はい、タートルカンパニーの皆様はじめまして、 KS と申します。はい、毎日 YouTube を見させていただいています。はい、前回の放送で流雲の雲は NG と言われたのですが、NG とかじゃない、上からですが、近光さんの岡山でのイベントで鑑定していただいたものなので本物です。はい、私こちらね、あの見てましたね、流雲の、あの、うん、いやそれはね、はい、近光さんが本物だと言ったから本物ってことはないと思うんですよ。そうですか、疑ってますか。いや、いやただね、僕は近光さんを疑うわけじゃないんだけど、はい、番組的に、はい、理由ばっかりだったら面白くないから、はい、そういう構成上の話をしてるわけであって、はい、そういう意味で NG ってことですよ。と、はい、いうことですね。理由です、理由です、はい、次の理由ですって。理由番組になっちゃいますからね。本当に。でもね、この方ね、あの大きなスクリーンに映し出されて、で、私それを見て、あ、これはね、いい考えだなと思ったんですよ。なんか、アトラスラジオで流雲の紹介とかやると、先生が、うん、これは違うんじゃないかとか、流雲に見えませんねとか言うけど、言うけど、近光さんイベントだと、近光さんが丁寧に鑑定してくれるので、これはいい作戦だったなと思ったんです。なんか俺が丁寧じゃないみたいな。だって見えないんだもん。見る前から違いますとか言ってるじゃないですか。だるいもんね。ということでですね、はい、こちらの近光さんイベントで、そうそう、近光さんに本物と言われたやつですね。うん、で、子供の竜の感じですが、目がはっきりあって、不思議な写真だと思い、時々見ていたら人の姿が見えて、顔の後ろに五光が差している感じに見えたので、鑑定に出してみました。子供の竜はフォースプラス800で、人はフォースプラス2000でした。すごい写真だったので感激しました。写真を少し拡大して見ていただいたら分かりやすいと思います。アイムさんが来られていたとのこと、本当にびっくりしました。お会いしたかったです。写真を見ていただきありがとうございました。うん。あって、なんかイメージダウンさせちゃうとあれなので、イメージ保った方がいいかなと。ということでね、ちょっと流雲の写真です。どこなんですか？なんでまたそんな。どこ、どれが流雲？どれが竜ですか？どこに人の顔がとなっちゃいますね、やっぱり。え、見えないでしょ。先生が見るとちょっとこれカラー写真でまたね載せましょうね。見えないですよ。そうですか。いや、あの、はい、明らかにこの前、はい、ね、うん、はい、この前のやつですね、はい、竜でしたよ、うん、ね、 っぽかったですね。これはちょっと無理だ。そうですか。これは本物とか言ったら、近道さんは本物と言ってました。はい、近道さんに懐疑的な山口敏太郎先生でした。いやいやということでね、こちらちょっとカラー写真にするとまた綺麗に見えるかもしれませんのでね、うん、はい、ということでね、 KS さんどうもありがとうございました。はい、はい、次が昭和ネタやってまいりましたよ。あ、昭和ネタのコーナーですか。キンコンカンコンキン、昭和ネタのコーナーですね。はい、久しぶりに叩きましたね。最近昭和なかったのでね。はいはい、行きます。はい。昭和の懐かしものコーナー。はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。懐かしものコーナー。そうそう。ものコーナー。みんな、いろいろと勝手にタイトル作っちゃいますね。うん、でね、これね、再送ってなってるんですけど、ちょっと私これ見た覚えがないんですよ。いや、僕もないですよ。だから、途中で消えてしまったんですかね。うん。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております、うん、ノーボータルツと申します、はいはいはい、これは懐かしいものというより言い回しですね。うーん、チュワン
ちまい。何ですかそれ。よくお調子者の上司なんかが女子社員に、やっほー、まるまるちわん、元気とか言ってましたね。え？これ、何々ちわん、例えば、ビンチュワーンとかそういう感じですよね。やっほー、ビンチュワーン。そんなやついます？昔、お調子者の上司とか、なんか言ってますよね。なんか、呼ぶときね。以前、タルツがいた会社にも存在していました。うん、なんだ、元気ないじゃん。わかった、生理なんだ。とか、平気で言ったりして。これはね、こんなやつはちょっと。昔そういう人いました。いましたか。いました、いました。あ、なんか、臭っ。せいのにがするとか。そんなこと言う人いたんですか？いましたよ。最低ですね。会社の上司で。最低ですね。でも今だったらもうセクハラですね。ねえ、それはもう、それはハラスメントですよね。セクハラという言葉がね、ない時代にね。あ、生臭い。うん。誰か生理だなと。そんなこと言う人いたんですか？いたんですよ。最低ですね。本当に。最低な人がいる会社にお勤めでしたね、先生。いや、まあ日本通ですけど。ということで、ね、はい、ダメダメ。次。それにしても、なぜかそんな彼らは、さんまの番組が大好きみたいで、まるまるちわーん、そんなんじゃダメダメをやたらに連発し、引きつった笑顔が社内に溢れさせていました。あダメダメ。ダメダメ。あとね、意味ないじゃーん。で、この手の上司は場の雰囲気を察知できないのか、男子社員に長説教する際にも、お前らは知らんが、俺は仕事に命かけてるんだ。そうじゃない奴はな、意味ないじゃーん。とか連発したりもしていました。そんなこの方はもうびっくりするくらい、あらゆる女子から寒気がするほど嫌われていたのが印象的でしたね。うん、まあそりゃそうです。こんなことを言ってるね、うん、上司とかね、嫌がられちゃいますよね。うん、そうですか。ね、そういうことが、言って、最終的には若社長の嫁の怒りを買い、会社を去りました。若社長の嫁さんに嫌われちゃったってことですか？うちの会社では神さんに嫌われちゃったってことですよね。ねあはい、そうですか。それはね、はい。鹿児島に帰って親の面倒を見なくちゃいけないと豪語してたのことでしたが、実際のところは還暦近いであろう年老いた両親に未だに面倒を見てもらっているのかもしれませんね。うん、もちろん彼は独身です。あ、以上昭和から平成にかけての一場面でした、うん、ということでですね、そうです、なんかお調子者の上司とかもね、うん、いましたけど、うん、まあお調子の仕方、なんか愛される上司とか嫌われる上司とかいろいろと ね言い方次第でしょうかね。いい加減な人いましたよ。いましたよね。はい、うん、ということでね、はい、どうもタルツさんありがとうございました。いい加減な先輩ってどう何やってるんですかね今ね。いい加減な先輩ですか。すごい真面目な先輩なんだけど、うん、はい、酔っ払っちゃうとセクハラしまくる先輩、ね、ああ、お酒癖が悪い方ですか。悪いとか、ね、いっぱいいましたよ、うん、いろんな人。その人と一緒の飲み会に行かなければ難を逃れられますかね、うん、いやすごい面白いんですよ、はい、酔っ払うとセクハラしちゃう。ダメです。何それ面白いんですか。横で見るとあこれ表現する。俺も真似するとかやりません。いや しませんでした僕は。そう、でも酒癖悪い人困りますね。いや悪いのは、はい、でましたね。絶対ね。で、昔は飲み会とかも結構強制的にね、参加させられませんでしたか？そうですよ。ね、今ではね、参加しないなんて言ったものならばね、はいはい、なんでお前らその反抗的な態度はとか、はい、怒られちゃう、ね、そうですよね。今は割とね、参加とか不参加自由になってきませんか？そうですね。ね、まあ、はい、民主主義がね、浸透しましたね。はい、いい時代になってきましたけどね。うん、はい、ということで、こんなもんですね。はい、じゃあ前半はこんなもんですか？前半こんなもんですよ。はい、じゃあ引き続き後半、はい、よろしく、はい、哀愁。え？え？よろしく哀愁って何ですか？